ジテレビアナウンサーの釧路萌実と申します。よろしくお願いします。もう皆さんつば九郎の元気を持ってたり、ヤクルトスワローズのユニフォーム着ていたりと気合い十分ですね。今日はよろしくお願いします。昨日は季節外れの雪が降ったりとちょっと天気も心配だったんですが、今日はね、無事気温も上がり、桜も開花して、いよいよ春本番という感じになってまいりました。春といえばプロ野球のペナントレースもですね、来週金曜日3月30日にいよいよ開幕となります。その開幕前にも現在日本各地でオープン戦行われているんですが、今日は試合がお休みということで、東京ヤクルトスワローズからつば九郎がフジテレビショップ富士山の出張店舗にスペシャルゲストとして今日は来てくれているんです。ということで、今どんな心境なのか、開幕前の心境などなど含めてたっぷり聞いていきたいと思いますので、皆さんお待たせしました、大きな声でつば九郎を一緒に呼んでください。いいですか、せーの、つば九郎、ようこそフジテレビにお越しくださいました。つば九郎こんにちは、大丈夫かな、よろしくお願いします。あ、大人気、さっきはカメラ1台もなかったのにつば九郎出た瞬間すごい、皆さんシャッターチャンスですよろしくお願いします。ということで、改めて紹介させていただきます。東京ヤクルトスワローズマスコットキャラクターのつば九郎です。つば九郎、今日は忙しい中富士山出張所にご来店いただきありがとうございます。早速なんですが、ヤクルトスワローズの公式ホームページによるとですね、なんとつば九郎の好きな女性アナウンサー、皆さん誰だか知ってますか。あ、知ってる、有名なんですね。これなんと私ちょっと若干ショックを受けたんですけど、まあ、ショックっていうか、まあ、大先輩なので好きなアナウンサー石本アナウンサーということで、残念ながら今産休中でいないので、私が代役で本当申し訳ないですけど、よろしくお願いしますね。こっちもショック、マッドナイスと来た、あ、よく知ってるあのお笑い向上委員会という番組で、私あのマッドナイス常田さんという芸人さんが好きと言わせていただいているので、あ、なるほど、あ、じゃあもうお互い様っていうことですね。本当なの、結構攻めてきますね、つば九郎本当、あ、芸人さんとして大好きです。あ、不満そうなこんな感じでよろしいでしょうかということで、今日は私と一緒によろしくお願いします。